皆様大変お待たせをしております。まもなく鳥尾神社宮司の菊池さんがお見えになると思いますので、宮司さんがお着替え済みましたら、お神楽の方を始めさせていただきたく存じます。お時間少しございますので、この鎌倉神楽について少しご説明をさせていただきます。この鎌倉神楽は今から800年ほど前に京都の石清水八幡宮という神社よりこの鎌倉にございます鶴岡八幡宮に伝わったお神楽でございます。神職がご奉仕をする神楽でございまして、古くは四季正家と呼ばれる神主の家系がお神楽を大切に保存してまいりました。現在ではその四季正家の中で佐野家というお家しか残っておりませんので、横浜にございます富岡八幡宮、また瀬戸神社、この佐野家の方が、佐野家の神楽を、そして本日ご奉仕をさせていただきます藤沢湯立神楽保存会という、それぞれお社で宮司さん、念願をされている皆様でご奉仕をしておりますこの保存会が吉田家の神楽を大切に継承して現在に至っております。皆様方がご覧になるお神楽は今から800年前の方も同じお神楽をご覧になっておられます。そのためにリリーものと言われるこういうお飾りであったりとか、まあ、この竹もそうなんですけれども、笹の葉、こういったものすべて青々とした竹を使いまして、その日に縫製をしてお作りをして、こういうふうに準備をさせていただいております。このお神楽、去年ご覧になった方いらっしゃいますか？お一人、はい、ありがとうございます。喋りがいがありますね。同じ方がいっぱいいらっしゃると同じこと言うとバレちゃうので、じゃあこの3人の中で、私が去年より15キロ痩せたことに気づいた方いらっしゃいますか？いらっしゃらない。はい、ありがとうございます。去年より15キロ痩せました。お神楽のことを教えることできませんけど、ダイエットのことを教えることができますので、気になる方はどうぞ私の方にお帰りの際にお声掛けください。宮司さんご到着されましたので、まもなく開式をさせていただきたいと思います。すごいな、ありえないな。このお神楽でございますが、古くは36座ほどあったと言われておりまして、1日かけて待っていたそうでございますが、現在では最大12座のご奉仕にとどまっております。12座ご奉仕するお社というのは本当に多くございません。この御霊神社さんも一つですし、藤沢で言いますと藤沢の本日お越しになられています湯立神楽保存会の会長さんを務めの関根宮司さんのところ、皇太神宮さん、そして、白旗神社の鈴木宮司さんのところ、この12座行うところ少ないので、皆様ぜひ、最後までご覧いただければと思いますが、陰にいる方は、大丈夫かと思うんですけれども、日向の方、非常に暑くなっておりますので、お体十分ご留意いただきまして、最後まで楽しんでいただければと存じます。それぞれ座についてご説明をしながら進めさせていただきますので、楽しんでいただければと思います。それでは1番目でございますが、